広田道の駅京の館リニューアルオープンおめでとうございます。どうぞ。3月25日伊予郡戸部町総津の道の駅広田京の館がリニューアルオープンしました。道の駅広田京の館は国道379号線沿いにあり、平成6年に道の駅に認定されています。高い櫓がそびえ立ち、地元の特産品である原木椎茸が手軽に手に入り、自然を体中で感じることができる場所となっています。この日はリニューアルを記念して広田野菜果物スイーツコンテストの受賞作品を含む最終審査に残ったスイーツが数量限定で販売されました。またみきゃんやとべっちなどゆるキャラによるクイズ大会も開催されました。正解は×です。おめでとうございます。頑張ってください。ありがとうございました。おたけさんとかりんさんということを考えますとですね、だいたい15、6万人は最低来られてるんじゃないかなと思っております。このリニューアルされたということなんですが、リニューアルされる前とされた後どのように変わったんでしょうか。このリニューアルをする前はですね、この建物は広田の昔から使われていたような民芸品をですね、展示している建物でした。いわゆるインフォメーションセンターがど真ん中にありまして、人が買い物するにはちょっと通りにくいという感じだったんですけれども、このリニューアルによりましてですね、完全に物産館、他の道の駅なんかにも負けないぐらいの物産館の内容、机や建物並びになりましたので、この点はですね、やはりリニューアルしてですね、お客さんに一回来ていただきまして、新たにここの内部を見ていただきまして、これは変わったなということを皆さんに堪能して実感していただけたと思います。山の木々に暖かく包まれるような感覚になる道の駅広田京の館。訪れた人たちの表情も優しく、春の息吹を感じた一日となったようでした。